大泉健斗は、日本放送、CP 局報道スポーツコンテンツセンタースポーツ部の、アナウンサー。東京都墨田区出身。小学校1年生時の2000年9月24日、読売ジャイアンツ中日ドラゴンズ戦での江藤里二岡智博の逆転サヨナラ優勝胴上げを、テレビ中継を見て野球に憧れ、小学校3年生から、近所の少年野球チーム加入し、 競技を開始。墨田区立両国中学校、宿徳菅も高等学校時代は野球部でプレーその後立教大学でも公式野球部に所属。外野手であったが、四軍が扱いだったため、田中和元のサポートメンバーをしていた。また、同級生に大城浩二斎藤俊介、松本直樹がいる。大学在籍時から、 スポーツ実況アナウンサーを志しており、就職活動をしていたが採用されず、2016年3月、同大学現代心理学部映像身体学科を卒業後の同年4月、読売広告社に入社、営業職として勤務。しかし、前述のスポーツを実況する仕事への憧れが忘れられず、アナウンサー職を志し、テレビ朝日アスクに通ってアナウンス技術を学び、 地方局所属の女性アナウンサーの知人を介して、現在の先輩である松本秀夫にアドバイスを恋に尋ね、アナウンサー受験の勧めをもらった。以後、第二新卒扱いで就職活動に臨み、日本放送への採用が内定したため、2017年5月31日付で読売広告者を退職。翌6月1日付でアナウンサーとして、 日本放送の子会社であるミックスゾーンに入社、出向扱いで日本放送に所属。日本放送ではアナウンサー研修を経て2017年7月からプロ野球中継の途中経過リポートを担当。同年10月5日の埼玉西部ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ戦中継でベンチリポートを初めて担当し2018年5月9日の 西部対福岡ソフトバンクホークス戦中継で予備カード扱いの実況中継デビュー。この試合の8回表に内川誠一の n p p 1軍公式戦通算2000本安打達成の瞬間を伝えた音源が当日のショーアップナイターハイライトで流された。同年7月12日のフレッシュオールスターにてショーアップナイターの初実況を担当し、 同年9月18日の日本放送、ショーアップナイター、西部日本ハムにて、正式に日本放送での実況デビューを果たした。2019年9月24日には、ゾゾマリンスタジアムでの埼玉西部の優勝実況も担当した。また、ショーアップナイターの実況デビューと同じ年である、2018年11月24日に行われた J リーグラジオの J1 リーグ第33節、湘南ベルマーレ対ウラワレッドダイヤモンズ中継のゴール裏リポーターデビューし、翌年の2019年10月26日に、埼玉スタジアム2002で行われた、2019、J リーグ YBC ルワンカップ決勝北海道、コンサドーレ札幌川崎フロンターレ中継の実況を担当。日本放送では放送の時間弱に収まりきれなかった。 PK 戦の模様を再構成した10.26の回顧録ルヴァンカップ決勝の知られざる物語として J リーグ公式 YouTube アカウントにて配信され実況音源が採用された。コロナ禍にて2021年7月に1年延期された2020年東京オリンピックにおいて先輩である吉田久則と共に同局の番組集団リポーターとして 競技会場からリポートを行った。ありがとうございます。